まあ、モダン残疑ンっていうか普通に残疑やばいですけどね。モダンの方が強い可能性があるかどうかはわかんない。正直言って。あのー、スクリューのダメージが落ちちゃうからね。やらなきゃいけない状況っていうのが、まあ、しかも強スクリューしか出せないから、やっぱリーチが短いんですよ。なので、やっぱそのモダン残疑ンよりも、ノーマルの残疑の方が、クラシック残疑の方が強いんじゃないかな。うん。モダンのメリットが現状はちょっとあんまりないかもしんない。 弱スクリューがモダンで出るんだったら強いけど要はさそのぬるっとさ投げ前に入ってきてスクリューをやりますってのがモダンザンギのやばそうなところなんだけど強スクリューって基本的にそのスクリューパイルドライバーっていうのはコマンド投げなんですけど弱中強の順で、えっと、リーチが短くなっていくんです。 で、今日になってくると、投げ前より若干だけ長いぐらいみたいな感じになるからてか、ほとんど投げ前と変わんないみたいな感じになるから、それだと地上戦で使いにくいの。でも弱になってくると、相手の通常技の外から据えたりとかするから、それだとモダンめっちゃ強いんだけど、うん、そう。でもまあ、現状だったらモダンよりも普通のクラシックの方がいいんじゃねえのっていう感じではある。でも初心者帯ではモダン残儀が絶対やばいよ。せっかく入ってきた初心者がかわいそう。 まあ間違いなくやばいんですけど、残ギはもともと初心者体で猛威を振るってます。そもそも。モダンであろうが、モダンでなかろうが、まあどっちにしろあの残ギは猛威振るってるっす。大体ね。総括をお願いします。まあ。 まだ分かりませんけど何が足りてないのかまあだからそのさすがの開発も俺は格ゲー素人ではないと思うし超適当に作ってるわけでもないと思うから俺はそれは信じているやっぱり今回の「ストリートファイター6」俺開発はやっぱりゲーム分かってる人が作ってると思うし相当気合入れて作ってる俺はそれの片りをやっぱりこのデモ版でやっぱ感じているだからこのザンギエフ何かしら失っているはず間違いなく 何かしら失ってるはずなんだけどそれがどこなのかっていう話だよね相当弱くないと帳尻合わないよちなみに他の部分が他の部分が相当長尻相当弱くないと帳尻は合いません対空がゼロとかね一切対空できませんとかコパンの発生が5フレとか最速技の発生5フレとかそういうんじゃないとで小技から コンボにいけませんとかなんかそれ全部あってもいいぐらい強い。で、爆星を高めることができないとかね。スト6信じて買っていいですか俺は信じてます。俺は買うよ。お前は。大丈夫、安心しろって。もしダメだったとしても、すぐに、あの、緊急調整来ますから。<laughs> てかなんだったら、最悪、あの、残儀と対戦拒否すればいいだけですから。安心して。うん。あ、残儀だ、1回でやめよう。これでいいっす。 これでいい。信じて。対戦拒否でいいっす。俺はプロゲーマーだから戦わざるを得ないんだけど、俺は、あの、俺があなたたちの立場あったら、あの、対戦拒否します。回戦斬りはしないよ。一回はやってあげるよ。でも、二回連戦はちょっと。<laughs> そこも多様性。みんなが対戦拒否した分、孫さん戦ってほしい。あのさぁ。 俺、大阪行ったんですよ。ストフォーの時に。てか、ウルフォーの時に。で、ヤンっていうね、とんでもなく駒投げにも悪いキャラ使ってまし、使ってたんです。ザンギとか、ホークとか、えー、ヒューゴとか。まあ、きついんですよ。正直言って。やること少ないんです。大阪行くじゃないですか。6時間、ティーホークとザンギエフです。<laughs> 無理だろ他の人入ってこないんだよ。入ってくんの、 ティーホークとザンギエフあっちやってることぐるぐる回してるだけ拷問ですかこれでも俺はやりきりましたよやりきりましたで大会で板橋ザンギエフ倒しました倒しましたちゃんとそこはだそういうのもあってからこそあったからこそその大会でね板山さん倒したんじゃないでしょうかだから俺は基本的にきついきつい終わってる終わってる文句言うんですけど必ず俺は向,かい向き合いますから 大丈夫です。安心してくださいあなたたちは拒否していいですよでも俺はちゃんと向き合います文句言いますがみんな昔話始める板橋さんさすがの板橋さんもこのザンゲフさすがにこれヤバくねって思ってませんこれであれがああなってこうなったらえちょっと待ってさすがにでもそんなわけないよなって思いながら見てませんかなあヒロミキなあ熊田ウルフォーでサガットとフェイロン出されたのは覚えています はい、病んで勝ちました板橋さんに病んで勝ちましたそれ覚えてますいやー完全無敵持ってないからなーえジャストパリーの存在忘れてます皆さんでも藤村さんどうですかこのザンギエフ正直言ってまあ強いか弱いか分かんないでも俺は対戦したくないそう思った素直に 結構スト,ファスト5にはスト6のシステム結構理解してきましたどういうゲームなのか分かってきましたその上でこのザンギエフの性能を見た時に俺は対戦したくないなって思ったとりあえず向き合いますけどね俺はね俺は向き合いますけど対戦したくないなとは思ったいや僕は対戦しますよ皆さん対戦よろしくお願いしますだからお前のザンギエフに対する感想を聞いてんのにお前が対戦するかしないかなんてどうだっていいんだよお前の感情を聞きたいの イエスかノーか。ゼかヒか。我々プロゲーマーやっぱヒでも向き合わなきゃいけないから。ゼかヒか。難しいならいいよ。難しいなら。<laughs> <laughs> そうなるよな。<laughs> そうなるよな。言えたじゃねえか。 簡単なわけねえんだよな。いや1回転難しいかやっぱり。敷居高いかな1回転はやっぱ。